とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新ですね。初見行きましょう。ここか。まあ、霊気が入ってる感じですね。さあ、どうなる？いや、結構、多いか？なんか多い気がする。どうだろう。いや、多いわ多いわ。ちょっと待って、遠距離多いとちょっとめんどくさいんですよね。多いってまだ出んの？ちょっと待って、出すぎ出すぎまだ。よし、いやいやいや、出る出る。よし、オッケー。まあまあ、食べ物が2つ出たからポーションは使わずに済んだけども、多いね、敵が多い。これパワーシェイカー間違いない。で、霊気入れるか。あ、いや、魂の袋でソウルを貯めていこう。オッケーオッケー。ソウルがプラス1になるんでいいよね。まだ出るか。おお、まだまだやね。あっち、いけなかった。よし、2回クリア。はいはいはい、今回多いよ。おい、ちょい影ですよ。あ、じゃあこれはもう魂の袋を決定よ。うん、1回から入れていった方がいいね、間違いない。で、ここはクリーパーが、いや、そうでもないか。1体だけ終わり。あぶね。よしよしよし、うん、クリーパー3体、問題はないですね。あボール貯めよう。流れ込む魂も入ってるし、いいでしょう。これかなりのスピードで序盤から溜まるね。よし、 OK。 しゃ、おお、ギリギリ、いいね。あとあと何が来るかだよな。ソウルが溜まってるんで、まあ、できることならソウル系のアーティファクトが出てほしい。いやー、いらんか、そんなにいらんか。まあまあまあ、ボス用にね。いやいや、ちょっと待って、序盤アーティファクトがさ出すぎる。これは、いや、もう取るしかないよ、あの感じならさ。 OK、 はい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 。あ、でももう終わりか。よし、終わりじゃない。そんな難しくはないんだ。あー、いらん。バジーネストもね、捨てがたいんですけども、いや、いらん。う
まあまあまあ、ここクリアした頃にちょっと武器あたりを変えたいかな。そろそろ、そろそろ変えときたいね。 OK。 おーおーおお、多いね。うん、でも流れ込む魂あるんで、まあ回復しますわ。おいと固まるな。あ、終わりか。終わりだね。よし、なんか武器欲しい。うん、まあまあまあ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。で、釣り竿まである。これ序盤から結構揃うね。かなり揃う。エイリいきます。はいはいはい、オッケー。いいんじゃない。敵はまあまあまあ、多いっちゃ多いけどさ、そう大したことはないね。7回クリア、1回は特に多かったけど。ああ、いいな。もうソウルは溜まってるんで、火力の方に振りましょうか。で、防具変えたいな。うん、防具そろそろ変えたいところ。もしくは商人であげるか。はいはいはい、いいよ。よしよし。お、チビがめちゃくちゃ出るな。え、終わり？あ、いた。あ、余裕。うん。いや、もうさっき取ったばっかだから、もうハープーンで行こう。いや、コグ強えな。コグだ。変えよう。コグ強い。毒もいいよね。あ、違う。毒の雲だ。いきます。いや、結構順調よ。かなり順調。 OK。 よし、いいんじゃない。敵自体はね、そう大したことないもんね。よし、別に強いやつが出るわけでもなく、こっちいないね。なあ、これで終わりか。で、9回終了。あ、いやー、よくないなー。いや、まあ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 、雪玉入ってるからいいでしょう。ユニーク金細工か。まあ武器だろうね。武器だな。 OK、 まあエンチャントこれでいいや。 OK で、防具に、雪玉を入れときましょう。何が来る。あ、ちょっと待って、影の爆発がついてる。いいか。いらんな。もう下のソウルがもうレベルのところまで行っちゃってるね。あ、ミスった。完全ミスったわ。ミスった。ドラ使う前に攻撃しちゃった。完全にミスった。まあまあ大丈夫でしょう。いらんね。
ソーブレードちょっと強かったけど、武器は変えたばっかりだし、 OK。 はいはいはい、そうね、パワーがこの次出るんだったらパワーシェイカーを上げていっても良さそうな気はする。じゃあいいね、めちゃくちゃいいじゃん。よし、もうあっち行くなって、よし終わり。いいね、なんか今回結構サクサク進むんで気持ちいいね。こういう感じで行ってほしい。あ、雪玉をパワーアップできます。おっと、ガントレット、いやいらんな。雪玉を3で行きましょう。で、武器も多分これじゃないやつがね来るんだろうけど、最後はどうだろう。 OK、 よし、もう楽勝じゃん。はい、お、まだ来た、当たってない当たってない。矢は126、まあまあ今回結構矢使ってるんで仕方ないでしょう。でも十分十分、全然いいよ。よし、すげえな、こう、よしよし、終わり。あと上か、敵自体は多いけどまあまあ大したことないね。よし、ミスった、パワーシェイカー使わん方がよかった。あ、ここでもドラがあるか、なら最初のところあれドラ取らずに別のやつ取っても良さそうね。でもまあまあまあ持っててもいいでしょう。よし、おっと、ちょっとめんどいよ。よし、出るね。お、ここ出るよ。よし、結構出る出る出る。でも多いだけか、装備に恵まれてるんで別に大したことはない。うん、ロイヤルガード多め。いやー、いらんかな。カバンもねいいかなと思ったんですけども、ちょっとパワーシェイカーを後々パワーアップできそうなのでちょっと我慢しよう。 OK、 ちょっと我慢して使っていきます。よし、しゃ、危ね、よし、いや多いな、結構多いよ敵は。よし、終わりか。いや、まだいる。そこか。はい、おー、あー、す、いや、欲しいね。いや、うん、いやー、いらない、いらん、いらん。スノーアーマーでいきます。うん、クールダウンと霊気でいきましょう。
雷の杖もね、火力としてはいいけども、ミスった、危な。多分強力な近接武器の方がいいかな。よし、 OK。 で、あと上にちょっといておしまいって感じ。いや、まだまだ出るわ、結構出る。よし、結構出てくるな。終わりか。やっぱ敵は多いよ。あー、いや、いらん。うん、武器もいらんわ。星寄りに変えてもいいよね。星寄り変えて2段目を影とドラで当てる感じにして良さそう。 OK、 ちょっと待って、霊気を上げましょう。 OK、 霊気かなり強いもんね。もう出ないか。いや、出た。もう出らんでしょ。で、こっち側も別にそんなに敵は多くなしと。そっちにいるね。よし、いけ。はいはいはい、しゃあ。いや、パワーシェイカーもうちょっと火力がないね。なんとかしたいけど。あー、航海に虚無を入れるかだね。うん、航海に虚無でいきましょう。で、次商人だから、商人終わってからちょっとエンチャント入れます。はいはい、武器がこれ虚無入ってないのでちょっとなんか、うん、欲しいよね。しゃ、ちょっと出るのが遅いよ。よし、オッケー。まだか、あぶね。よし、はい、おお、結構ここで矢が出てきてくれて、たまったね、276本。まあまあまあ、いい感じ。商人が何が来る、ユニークかパワーか。ああ、乱射いいな、乱射で。ユニークだったらハープ。お、いや、でもね、こっちもいいんだよな。そうね、こっちを上げてボスワンパンする感じにしたがいいかな。そっちにしよう。うん、ボスをちょっとワンパンする感じでいきます。いや、ハープもよ。あー、トゲか、トゲもらう、ちょっとやばいかもね。まあまあ、とりあえず虚無は入れます。で、まあ、これはいいとして、いくぞ。うわ、危ねえ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 。
危ない、あの超ダメージ入れるのやめよう、やめよう、うん、これやられるわ、確実にやられる。いやまさかガーディアンか。まあまあいいでしょう、 OK。 あんまり超ダメージを入れる感じじゃない方がいいね、ほどほどのダメージを与える感じで戦っていきます。はい、よし、はい、次で倒せる。こいつはね、トゲが痛いからさ。よし、危な、危な。ならハーフクロスにした方が良かったね。うん、そっちを上げた方が良さそうです。あー、上げるか。ああ、ムストしよう。火力も上がるし、ポーションバリアあるしね。あー、で影の断片持ってる時に最後の叫びは良くないのよ。俺は学んだ。うん、最後の叫びはめちゃくちゃソウル食うんでダメ、絶対入れちゃダメ。影突の時は絶対ダメだね。影突は使ってないけど。あ、待って、キョムさん入れよう。あーと、毒の雲もあるじゃん。いい、あ、いった、危な、ちょっと怖かった。よし、怖っ。いや、ここで使っちゃったの怖い。いや、いや、いやだな。ちょっと待て、おいおいおい、危ねえ。よっしゃー、危ねえ。ここすごいね、クリーパーだらけだ。よし、はい、怖っ。21回、危ない危ない。まあネタが分かってしまえばなんとかなるけど、結構怖い。あー、いやね、これね、もう最後がパワーなんで、パワーシェイカーを最後上げたいのよ。だから、ここは我慢します。我慢して我慢して。やっていきましょう。あ、ちょっと待って、毒の雲を2に入れますね。1と2じゃこれ全然ダメージ違うんで。おーい、やっぱり耐久力はないね。うん、でもこの振りの遅い装備にはめちゃくちゃ合うやつなんでいいでしょう。てか毒の雲が全然発生しない。ああ、ほんとまれにっていう感じだね。よし、まだか。あ、いたいた。終わり？あ、いた。はい、おしまい。次。うん、これいらん。で、ここね。あー、属性の方がやっぱまあ使いやすいか、使いやすいか。よし、おい、まあ、なんとかなる。ちょい、結構痛いわ。よし、 OK。 待って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 、すげえな。よし、敵の数がえぐい。あ、でもおしまいか。28
23回。で、ここで怒りかよ。いやー、きつそうだな。持っていっても多分きついんだ。うーん、いやー、きついよ。やめとけ。うん。2発目のダメージだったら、星寄るの方がまだ上なので。いい、もう、いらん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 。うん。もうユニークにはならないし、もうこれでいく。なら星寄るちょっとエンチャントも入れたいよね。あとあとちょっと考えます。ああエイリー入れていいな。おいおいおい、やめろやめろ。よし、オッケー。これ怒りだったらまずかったよ。これはこれ怒りだったらまずかった。あ、嘘、2回食らうし。これポーションバリア入ってるからもうちょっと勘弁してよ。よし、嘘、これまずい。危ねえ、危なあ、これはまずい。ちょっと退避。危ねえ、やば。なんとかやってくれよ。よし、危ねえ。ここきつかったな。なんか多分、いやいや、多分立ち回りの場所よ。危ねえ、ここマジきつくない？あ、あ、やばい、あっぶねえ。いや、ここはねすっごいきつい。よっ、なぜ、なぜ当たらない。オッケー。いや、きつい。敵の火力ありすぎでしょ。おう、敵の火力が高すぎて。いや、きつい。え、まだいるし。オッケー。いや、24回わけわからんぐらいきつかったよ。いや、いらんか。いや、これもうパワーシェイカーにこだわらずに行こう。うん、なんかこだわっちゃダメな気がした。もう最後にあげるのはもう武器でいいよ。これきつい。せっかくクールダウン入るんで、キノコとかそういうやつの方が、あーがいいって、落ちるなって。ちょっとダメージ受けすぎじゃない？本当に。あぶねえ。わけわからんぐらい敵の火力が高い。よし。おお。オッケー。うわお。ここやだ。すっごいエンチャンターの数。あ、でも遠距離のやつがいないからまだマシか。遠距離の敵がいないから、あれがいたら地獄だった。いや、エンチャント的にはね、こっち良くないんだよな。
やめとけ。あ、いや、エンチャ良くない。火力こっちが出るよ。なんか入れときたいけどね。こんな感じで行きましょう。いや、きつい。危ないって。よし、 OK。 よし、ちょっと痛すぎる。うん、これ軽減ありじゃないと無理か。これ軽減がないとマジできついね。ここまでか。よし、よし、 OK。 キノコ効いてる間に進みたい。あ、ミスった。影使っちゃった。あー、いや、防具も変えるか。きつい。や、でもね、ポーションバリアとクールダウン欲しいんだよね。安定感だったらもうグリムアーマーでいいか。変えようか。ちょっときつい。うん、これにこれでまあちょっとはマシでしょう。いやー、きつい。本当にきつい。これハープクロスとか持ってたらちょっとはマシだった。いや、そんなことないよ。よし、当たる。当たるね。よし、よし、シャー、よし、オーケー、きつい、きつい。27回なかなかすごいかも。27結構やる。よし、でももうある程度終わってるでしょう。もうここは開ける前に倒しとくと。うん、であとあっちはもう大したことないね。ネクロ2体をここはほんと注意していかないとやばい。終わり。いや、まだ？よし。いや、いらんな。いらんね。いや、いや、虚無がない。行こう。こっち。違うよ。でもこれ終われば、パワー商人が来てボスですね。で、最後の最後はここか。結構敵が。おーい、ちょっと待って。動けんかった。もう、なるほど、場所だね。場所だわ。しかも最初から影化しとくか。ちょい、マジできつかった。よし、 OK。 よし、いや、敵がねめちゃくちゃいるっていうのが分かってれば大丈夫。もういないね、隠れてるのも。いないね、 OK。
戻ってくるの面倒だから。よし、おお、なるほど。よし、終わり。よし、ちょっと一回やられちゃった。まあ仕方ないですね。取るやつがない。で、星夜をあげる。何が来るだろうね、ボスは。しょぼいやつだったらなんかちょっとショックだけど。なんでしょうか。火力の方を入れたが、いや両方とも入ったね。できれば2パンぐらいで倒したい。うーわ、よし、オッケーオッケーオッケー。なるほど、虚無が入らないか。虚無意味なかった。危ねえ。はい、まあそんなに構えていかなくてもいいボスでしたね。ちょっとこれ道中考えよう。結構難しいとこ多かった。おお、物はいいけどもエンチャント次第いらん。あー、最強、最強です。うん、ビスティンガーこれ最強になりますね。オッケー。下は青、重力がついてる。重力、凍結もまあありだね。で、真ん中に虚無をつければ、出来上がりっていう感じか。はい。こんな感じです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。